ちょっと対岸のキーをエスケープツインのチェリーで狙います。よし、ちょっとそこの木の下入ります。おらんすわ。よそ見しょった。わくもう一回食って、うっ、あーくそ、今めっちゃでかかったぞ。うわー、ちょっとあれですね、レイダウンから出てきましたね。あのうっすら見えてるお気に入りがあるんですけど、最初コンコン当たるってこんな少々レイダウンないしなと思ったんですけど、うわちょっと早かったっすわ。アセン結構何度もアタックしてくるんですよ、アセン勝ったら。で本気食いになるまで待ってっていう感じのがいいんですけどね。その見えとったらもう即忘れなんですけど、パッていうんでもうかけていくって感じなんですけどね。ルアーも見えてなかったんで。うわ、今のふっと、もう多分あれですね、これダメやったらまた入り直した方がいいですね。はい、じゃあ池また移動しておきまして、まだハドル中心でやってみます。うわ、びっくりした。いたします。お昼行きます。お昼、はい、じゃあちょっと池、はい、移動してきまして、つまこの池ちょっと濁ってるんでスピナーベイトで行ってきます。移動します。ここでします。ハドルトラウト、くた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 、よし、よかった、よしよしよし、来た、よし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 、来た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 、よしよしよし、バレんなよ、バレんなよ、よし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 まあ、コマのすごいシェードになってるんで、スキッピングで頼まれて巻き始めて急にボーンって結構水面直下でバーゴンって見えたんで、いや最高すぎますわ。いやー気持ちいいこれがね、流儀のフェザードピアストレブルの城の3番ですね。まあ、ハドルの風呂、結構、まあ、水面上下非常に下から食い上げてくるんですけども、やっぱ針がいいとガッツリかかってくるんで頼もしいですね。いい針、うん、ハドルドアートのウェイトの位置なんですけども、まず僕はここのこっちに重めに入れて、またこのフロントフックついてるところにも入れて、で姿勢的にはこう若干こう頭下がりの方に、まあ大体角度で言うと10度ぐらいですかね、まあ、ちょこっと頭下がりにしてます、まあ、その理由としても引いた時にその頭に水を受けてその水をまといたいっていうのが一番したいことなんですよね、まあ、ハドルの一番の特徴であるんですけども、これが頭上がりになっちゃうとこう水をすごい逃がしてしまう方向にあるので、頭下がりにすると水もしっかり受けて、でなおかつ足場が高くてもしっかりレンジコントロールしやすくて動きやすいっていう特徴もあります。まあ、あとサイトフィッシングの時にも
こう追ってきたやつとかを例えばこうフォールさせた時、あ、止めた時に結構わーって追っかけていくとこともあるんですけども、その時にこう頭こういう姿勢よりも頭下がりで小魚がボトムに逃げていくような姿勢っていうことにすると、それでスイッチ入ってバーンっていうこと、食うこともあるので、まあ、絶対的にちょっと頭下がりの姿勢が絶対いいんで、ウエイト1試してみてください。おはようございます。はい、2日目、今日は朝一からやってます。今日は、昨日取れなかった魚やったりとか、まあ巻きもんで朝一は取りたいなと思いますんで、サクッとガッツリ頑張ります。どっちやねんみたいな。じゃあ、そのスペナウエでいきます。ちなみに朝一は昨日は全く来てない池に来てます。まあ、理由としても、まあ、昨日は結構、まあ、ハードボトムやったりとかをメインで考えてた時もあったんですけども、まあ、朝一はハードボトムで全く反応なかったので、まあ、普通にもうフィーディングで上がってるそうな魚を狙うために、今日はウィード系、まあ、草系ですね。よくわからん草いっぱい入ってますけど、まあ、そういう系のが多い池。で、ちょっと朝巻いて釣ろうかなと思ってます。今日も放射冷却がなんかすごいですね。ちょっと歩いて対岸行きます。いろいろちょっと可能性ありそうかなと思ったんですけどね。濃い船がめっちゃ溜まってますね。この子さっきもスペースでゴーン当たりましたけど、意外と春はこういう濃い船とか濃いとか溜まってるところが、でっかいバスに関しては溜まってるような気はしますね。移動します。買ってるレベルで多いですよね。高見さん、ちなみにここの錦鯉ポッパーで釣ってましたよ。あえて鯉狙って鯉釣ってましたよ。はい、池移動してきまして、昨日釣った池ですね。ちょっとまだ時間帯も午前中なので、ちょっと日の当たってる側でバスが出てこないかなと思いまして、ちょっとビッグベイトの方でジョイクロで探ってみます。ちょっとチェリーします。ルバチェリーです。ちょっとあの中突入します。見えるとこにおらへんよね。昨日釣ったもちょっとこの辺ぐらいですもんね、多分ちょうどそこの下ぐらいに、キャストしてこの番組のところにポンと当たるぐらいのところに投げて、はい、今年アブさんから発売のレボ SX、僕は、メインに7ギア比7の方を使用しまして、このリールの価格帯なんですけども、大体中価格帯と言われる、まあ3万円までの価格帯の設定で、で、まあ、一応僕がすごい気に入って使ってるのはその安心感です。もう一言に言って、まあ、安心感っていうのがそのパワーゲーム、まあ、結構僕がパワーゲームが結構主流ではでやってるので、もうそのでっかいバスを思いっきりかけた時とか、まあ、その根掛かりして思いっきり引ったりとか、まあ、ラインも太いので結構リールに負担がかかるような釣り多いんですけども、そうしてもリールが壊れない、タフなんで長持ちするっていう、まあ、安心感が一番、気に入ってます。まあ、結構釣りで使ってる時にやっぱこう結構壊れそうやなと思
うのってやっぱ一番こう結構僕はストレスやなと思うので、やっぱ壊れないっていうのが大事です。はい、今年僕が使ってる、今年アブさんから発売されるレール、もう一つがウィンチ、まあ白色が特徴なので結構すぐ分かりやすいんですけども、まあ、このリールのすごい特徴としてギア比、まあ、5.4 のギア比なので、この引き抵抗がすごい重たいルアーであったりとか、あとはもうビッグベイトとかはすごい扱いやすいですね。あんまりこうグリって巻いてもそこまでこう巻きすぎないので、ビッグベイトとかもすごい動かしやすくて、でかつまあ軽くバーって引きやすいので、まあ僕はノイキアトバンは結構ビッグベイトをメインに 使おうかなと思って、であとはまあ SX と同じようにタフっていうのもあるんで、まあその長い間使用できるかなと思うルアーです。ウィンチ結構昨日はシェードの方にバスいたんですけども、今日は結構シェードに全然入ってなくて、まあ多分結構だいぶ気温もあったくてずっと晴れてるので、あんましこうシェードっていうよりかはこうシャローカバーっていう感じですね。カバー打ちで狙ってみようかなと。あんましボトムに落とすんではなくて、まあ今日の感じ、昨日の感じとか見てると結構やっぱバスの目線が下に行ってしまうとすごいやる気なくなるんで、基本中層もしくはバスの目線を上目でシェイクでやっていこうと思います。怖いですね。はい、去年リュウキが発売しました。3月、ブラッククライさんとコラボしまして、まずこのフライミンガスとフライブルーザー、こっちのも一番の特徴としてはもうおしゃれと、もうレンズの方があのコンベックスさんのレンズ入れてますんで、薄くても偏光度が全く落ちないっていうので、まあ、その照り返しが 100% に近いぐらいまで抑えれるんで、薄くてもよく見える3月になります。ファッション性も機能性も抜群なんで、ぜひよろしくお願いします。使い分けっていうよりかは一般的にこうグリーンとブラウンが一番合う人が多いのかなとは思います。レンズカラーもそのグリーンとブラウンっていうのが色ついてるんですけども、中間色っていうじゃないですかね。その色がついてないっていうのが白黒で、色がついてるっていうのがその赤とかの黄色とか、その中間色っていうのが今回のリュウキが発売してるやつですね。だからサイトもある程度できるし、普通に掴んでもある程度できるっていうカラーがグリーンとブラウンだと思うんで、そこまで明るすぎると結構頭痛くなる人が多いんですよね。僕そうなんですけども、明るい赤とか黄色と頭めっちゃ痛くなってくるんですよ。で眩しく感じますし、だから色的にもすごい使いやすい2色なのかなとは思います。グリーンとブラウンっていうのが、この池だとこっち側って結構深いんですか？いや、そう、そうでもないですね。まあ、全体的に結構浅い池なんで、最深部で3メーターぐらいですかね。3メーターぐらいの池で、あんましこう地形の変化ってのはあんまなくような、いわゆるサワラ池タイプですね、一応。でまあ深いのは、まあ、一応ちょっとはやってますけど、まあ池の大体真ん中が一番深いって感じですね、イメージは。で結構だらっとした地形の中に、まあ、向こうの方とかはちょっとブレイクチェックのものがあったりするんで、そっちの方メインでやってみたんですけども、最初のカバー打ちとかはちょっと時間帯じゃなかったのか、ちょっと好みじゃなかったのかなって感じですでしたけど、よっしゃ来た、よっしゃ来た、よっしゃよっしゃよっしゃ、よっしゃ来たぜ、よっしゃよっしゃ来た、よっしゃ来た、巻きでよっしゃスピナベコーン来た、しゃー来た、お曲がっとる、寒そうやなこいつ。いや結構この岬、今ちょっと岬周りだったんですけど、岬周りを上げるような、うーってような感じの時にゴーンって来て、最高、きゃー、嬉しい
ありがとうだな。いけるか。うぅー、びしょびしょ。めっちゃ元気でしたね。あ、えぬ。よかったよかったよかったー。ちゃんとかけたとこから回ってますんで。よかったっすわ。はい、お疲れでした。2日間やってみて、いやまあ非常に迷いながらもすごい楽しませてもらった2日間やったなと思います。まあ初日の1本目もまあキャストからアプローチからルアーから全てだった一発だったのかなと思います。でまあさっきのも最後の2日目も終了ギリギリぐらいの感じで釣れた一発もまあサイズはそこまででしたけれども、まあクオリティ的にはすごい良かったのかなと思います。まあ2日間言い方厳しかったですけども、やっぱこういうまあ春なんで三寒四温の寒もあり、まあいい日もあり、まあ今回の2日間にしてもまあその前の日と今日とは全然違かったので、まあその日その日にアジャストしていくっていう力が必要ですんで、まあ楽しいなと思います。まあまた機会があったらこういう風な形で出させてもらえたらと思いますんで、またよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、皆さん野池で釣りする時には必ずマナー守ってくださいね。まあやっぱ釣り人として個人の持ち物じゃないので、しっかりゴミとか持ったりマナーを最低限のマナーを守ってください。まあ、いつまででもバスにしたいので皆さん気をつけてください。